え皆さんこんにちは、えー、ただいまご紹介いただきました神戸大学賞柿内鼓の児玉です、えー、今日はですねお休みの日にもかかわらず、えー、たくさんの人にお集まりいただきまして本当にありがとうございますまたあのこのような機会をいただきました兵庫県予防医学協会、えー、神戸新聞社の,あの皆様ですねそれから公園の兵庫県神戸市のえ皆様にもですね深く御礼申し上げたいと思います、えー、特に今回はあのー 財団設立50周年という、まあ、節目の、えー、法人かごめんなさい法人設立ですかね、えー、50周年という節目の機会にですね機会をいただきましたことを非常に光栄に思っております、えー、今日はですね「あの膵臓の働きと病気す臓、えー、がんすがん早期発見の最新研究」というタイトルでお時間をいただくよう,うに、えー、お願いしたいと思いますのの働きそして水蔵の病気という いうことで、えー、急性膵炎、慢性膵炎、膵癌ですね、えー。このようなあ内容でお話をさせていただきたいなというふうに思っています。えー、特にですね、皆さん膵臓癌に関してはですね、非常に興味も,もお持ちのことかなというふうに思いますので、膵んの危険因子ですね。どんな人が膵がんになりやすいのかですね。どんなことに気をつけばいいのかというところ、えー、そして なかなかまだこれ結論はないんですけどもこの早期発見をするためにはどうしていけばいいのか現在の課題も含めてですねご紹介させていただければなというふうに思いますのでどうぞよろししくお願いいたします、えー、早速膵臓の働きについてですねご説明始めていきたいなというふうに思います膵臓って皆さん何してるところか知ってますかねどこにあるかご存知ですかね どううでしょうこれあの全体体の前から見たとこですよね食事を食べるとお口から食道そして胃袋ですねで胃袋から十二指腸小腸をぐるぐるぐるっと回って大腸に入ってお腹を一周して便となって出ていくという流れこれご存知でしょうかこのですね、えー、お腹の中にはですね えー、おへそより上には、まあ、上腹部というところがありますが、まあ、言われるかなと思いますが上腹部のメインの人はです、ね、あのキャラはです、ね、胃袋と、まあ、肝臓なのかなと思いますがこの胃の後ろですね胃の背中側に、えー、水蔵すい臓はひっそり隠れて仕事をしているんですね。今日は主役ということでちょっと前に持っていきたいなと思います。 この膵臓ですね一体何をしているのかご存知の方おられますですかね意外に知っている方もおられるし知らない方もいるかもしれませんがこれちょっとですね顕微鏡レベルで見ていくとですねこのですねここ部分を拡大しますとこのようにですね何、まあ、と言いますかねこう房状のものがたくさんありましてここでですね膵臓の液 水液を産生してるんですね水液っていうのはもうたくさんの消化酵素を含んでいる液体でありますこの消化酵素を作る房みたいなものを線棒と呼びます消化線とか言いますよねあの何々線、えー、分泌線の線ですよね線に、えー、がを作る房ということでこう線棒と言います膵臓の大半はですねこの線棒なんですねここで 消化液膵臓の消化酵素をたくさん含んだ消化液を作ってですねで、えー、ここの管側に流していく導管に流していくというような仕組みになっているんですねもうちょっと顕微鏡で大きく見、ね、しますと一つ一つの細胞が水液水酵素をたくさん作ってですねこちらに分泌してこの管を伝ってそしてこの津田をずっと伝ってですねここを伝って、えー、そしてこの えー、水道の管ですね。この川の流れでいくと、まあ上流からずっとですね、えー、支流の水液も集めてきて本流が一本になってこの十二指腸に出ていくんですね、えー。まあ要するにですね、ご飯を食べると食事を食べると食道から胃袋、胃袋から十二指腸というふうに食事はこう流れていくんですが、その十二指腸の ここに12乳頭という小さな穴がありましてここの穴をめがけてですね膵臓からは膵液がそして肝臓からはですね胆汁ですね肝臓ではたくさんの胆汁が作られていて一旦胆のにたまった胆汁がこのように胆管を通って緑のところですね緑のところを通ってここに出ていくとこの出口は1つなんですね。えー、胆脳 から胆汁から肝臓からの胆汁そして膵臓からの膵液がですね消化を助けてくれるという仕組みになっているわけですね、えー、これ漫画でちょっと書いてますがさまざまな消化酵素を含む膵液をですね十二指腸へ分泌するという役割これがあ膵臓の一番大きな役割の一つですねそしてですねこれとはですねあこれごめんなさいこれはですね外分泌っていうんですね 外分泌なまあこれ外外へ向かって分泌するのが外分泌なんですがまあ十二指腸というのはまあ体の中ですよね体の中なんですけどよく考えるとですねご飯を食べてごくんと飲み込んで胃袋に行って十二指腸にいるまだこれ吸収されてないんですね体の中には。ずっとそこからですね小腸大腸いて外に出ていくこの管はですね 体の中を通っているけれどもでも考えによってようによればですねそこはまあ外なんですねつまりそこから初めて栄養が水分が吸収されて体の中に取り込まれるわけなんですよねですので、まあ、1本の管はですねまあ考えによれば体の外とも言えるかもしれませんですので、えー、外分泌というふうに言われるわけですね。で ほとんど膵臓の大半はですね、えー、この線維細胞の集まりなんですけれどもその中にですねちょろっちょろっとこう島状に細胞集団がここ,こ,こね見えますかねこのマーカーがですねここですねあるんですがこのような集まりはあってですねこれ聞いたことあるかもしれませんがランゲルハンス島水筒と呼ばれるところがあるんですね。 この水道はですね、何をしているかというとこの顕微鏡レベルではですねこの血管に非常に近いところにこの水筒はあるんですね。で先ほどの水液は管を取って体の外外分泌へ向かって外分泌をですね外分泌をしていたわけですけれどもこのホルモンを作ってるんですねここでは。そして血管の中に、 分泌するいわゆる血液中に分泌しますので、まあ、それはまさに体の中にですね内分泌をするわけなんですねさまざまなホルモン例えばインスリンですねを分泌して血液中に分泌するこれが内分泌の役割でまあインスリン以外にもですねグルカゴンといったようなさまざまなホルモンを作っていることが知られています内分泌ですね 膵臓の働きをまとめますと消化酵素を含む水液を分泌するという外分泌機能ですね代表株はこの3つアミラーゼトリプシンリパーゼアミラーゼはですね糖質の分解ですねでんぷん等糖ですねを分解するそしてトリプシンはタンパク質の分解リパーゼは脂肪の分解ですね。 他にもエラスターゼなどなど酵素あ,ありますがこういったですね消化酵素を含んでそれを十二指腸に分泌するという外分泌機能がすい臓の2つの大きな働きの1つなんですね。そしてもう1つが内分泌機能これが血液中にホルモンを分泌するという役割ですね。 えー、まあ代表株はインスリンで血糖を下げる役割をしているということなんですね。これは要するにうまくまあ機能していてですねこうやってご飯を食べると胃袋から十二指腸に流れてきた瞬間に、えー、刺激によってですね水液が外に向かって分泌されますそして小腸へ行って吸収されるとですねそした血糖値が上がってくるんですね。それに合わせて えー、このな、えー、ランゲルハンス島からはインスリンが分泌されて血糖をコントロールしてくれるというような役割ようになっているということなんですね。さあここで、えー、皆様からのたくさんの質問をいただいて、まあ、全てはちょっとあのお答えしきれなかったかもしれませんがアミラーゼが高いいと言われているんですこれは大丈夫ですかこれは危険なんじゃないですかというようなことをねあの心配に思ってられる方もたくさんおられたように思いました。 まあ、あのアミラーゼというのはですね今申し上げたみたいにここの一つの膵臓が作っている酵素の名前なんですね。でこの酵素の、えー、値をですね血液検査の中で、えー、測るということができるわけですがこのアミラーゼはですね一つ注意点がありましてすい臓だけじゃないんですねアミラーゼを作っているのが。実は唾液もアミラーゼを作って ご飯を噛んでる間からですね、糖分、分電分をですね、溶かし始めてくれてるんですね。ですので、アミラーゼが高いというのはですね、ひょっとしたら膵臓じゃなくて、まあ唾液腺のこともあるんですね。まあですので、例えばですね、アミラーゼとリパーゼっていうのがセットで測られることが多いので。これら、これらが両方上がっているとですね、より膵臓の異常があるかもしれんなと。 いうまあ、そういういサインなのかもしれませんアミラーゼだけであればですねこれが膵臓なのかあるいは唾液腺なのかっていうところも考えないといけないかなというふうに思います。でこのアミラーゼやリパーゼの血液検査が高いということがだけでですねそれが何かその膵臓にすごい悪いことが起こっているかというと、まあ、必ずしもそうではないですので症状とかあるいは 画像検査とかさまざまなものと組み合わせてですね判断していくことになろうかなと思いますただじゃあなんでアミラーゼリパーゼ測ってるんですかというとですねやっぱり何かアミラーゼリパーゼが高いとなると膵臓に異常があるかもしれんぞという、まあ、サインにはなり得ますので一度あのご相談いただいてですねそれで調べてみてですね何もなければ アミラーゼがまあたまたま高かったとかちょっと高めの方ということもあり得ますので深くアミラーゼが高いから私は膵臓がになりやすいんだとかそういうことは考えられなくてもいいのかなというふうに思いますねアミラーゼが高いと言りましたが大丈夫ですかというようなご質問もいくつかというように思いますさて、えー、急性膵炎のトピックスに移ってまいりたいと思います急性膵炎ですね ここれれは皆さんお聞きになれたことありますかね急性膵炎ってどんな病気でしょうかこれはですね、えー、先ほどからですね申し上げましたように水液は、膵臓はですね膵液作ってですねこちらに分泌しますよねこれ今勉強していただきましたこの膵液がですね何をしているか先ほど言いましたね消化してくれてるわけです食べ物を消化してくれてるわけですね 食べ物の消化ってお肉だっっったたたりりりお野菜だだご飯だったりいろんなものを消化しますこれでもここに分泌してですね大丈夫なのとえ十二指腸消化し,しちゃいはないのと思いませんだって消化酵素ですからね十二指腸小腸はですねきちんとですねこの水液に負けないバリアを持ってるんですね粘膜のところに。バリアを持っていてい 自自分自身、十二がこの消消化化液ででされたら大変じゃないですか。だけど食べてきたご飯だけを溶かしてこの十二指腸や小腸は自分たちが消化されないようなブロックを作ってくれてるんですよねだからきちんと食事だけが分解されて、えー、消化吸収にされていくということなんですね。ところがですねえー、あもう一つごめんなさい。 この水液もですね、うまい具合になっていましてですね、この水液は十二指腸へ分泌されて初めて活性化するというふうに考えられています。つまり、ここの膵臓の中の消化液はですね、消化力は非常に弱いわけなんですね。初めてここに十二指腸に来て、十二指腸の液と混ざりあうことによって消化パワーを発揮し出すと、そういう仕組みになっているんです。ないことできてますね。 こういうふうに出来ています。ですのでこの消,消化液が、えー、ここに出て初めて働くんですが、ところが何らかの理由で何らかの理由で水酵素が水槽の中で活性化してしまうことがあるんですね。先ほども申し上げたみたいに水槽にはたくさんの腺胞細胞があって アミラーゼやリパーゼやトリプシンをたくさん使って作って溜め込んでるんですねそれがそこでは消化せんとおとなしいしてくれてるわけです十日朝に行って初めて消化パワーを発揮してくれてるんですねところが何らかの理由でここで活性化するとこれはすごく大変なことになるわけですねなぜかというと自分自身を消化しちゃうということがあります水蔵自身を消化してしまう それが急性膵炎なんですね。非常に怖い病気です。水酵素の膵臓内での活性化による、よる膵臓の自己消化。まあ、一言で言うとこんな風に表現できるかもしれません。で、この急性膵炎はですね、えー、とにかくお腹が痛い。急性の腹痛発作ですね。膵、え、臓、ー、は先ほども申し上げたみたいに、ちょっと胃の胃より背中側にありますので、やや あ背中側や腰が痛いとおっしゃられる方もいますが、まあ、基本的には上腹部をへそより上ぐらいが痛くなしてですね血液中にですねあるいは尿中でもですいいんですが水酵素が上昇しますこれはもう何千何万といったような形でですねアミラーゼリパーゼが上がってくるということが観察されますそして画像所見ですね CT で あるいはエコ、MRI でですね何らか膵臓が障害を受けているようなそういう検査結果が出てくると診断はあの急性水炎痛診断はそれほど難しくありませんお腹が痛くて血液検査をするとミラーゼやリパーゼが高くすごいもうちょっと高いぐらいじゃないですよもう何百何千円ですね何百何千円と高くなっていてそして、えー、検査をすると膵臓が腫れていたりとかですね 何らかの炎症所見があるというのが急性膵炎なんです。これがですね CT 検査で見られる不均性膵炎という方で、これは膵臓がちょっと腫れている状況を示していますし、こちらはエシ性膵炎、これはあの非常に危険な状態ですね。あの膵臓が消化されてですね、もうあの黒く溶けてしまっているということなんですね。膵臓の炎症がですね。 水臓だけにとどまっていればいいんですが消化酵素ですから隣の臓器もも溶かかしし始めるかもしれないわけですねそうすると大事な血管であったりとか小腸や大腸あるいは、えー、腎臓の方まで,です、ねえー、炎症が及んでですね非常におなかの中で、えー、大変なことになってしまうということで、まあ、お腹のやけどというような言い方をされることもあるかなというふうに思います。 この急性水炎なんですけれども、えー、この致命率というのがです、ね、非常に昔は高かったんですね急性水炎になると15%の方が亡くなってしまう重症の場合は30%亡くなってしまうという非常に良性、まあ、要するにがんとか、ね、悪性疾患じゃない良性の疾患の割には致死率が極めて高かったんですが、まあ、長年のです、ね、努力でガイドラインを作って こんなふうに診断しましょうこんなふうに治療しましょういう,うなそういったガイドラインをですねあの我々の方でもまあ努力をしまして、えー、だんだんとその致命率は向上してきています、えー、2016年の、えー、統計では水急性水炎の1.8%の方が、まあ、致命的になってしまったただ重症例ではまだ6%の方がですね命を脅かされるということなんですね。 治療成績は向上しているけれども、6.1%、重症例では6%の方が命を失うというまあ、怖い病気であります。で最近はですね、急性期に命を脅かされるということはずいぶんなくなってきました。ただですね、これ先ほどもおっしゃったように、ここで炎症が広がってくると、こういうようにですね、もともと膵臓があったところが、まあ、溶けてしまってですね、 でまあ、液体みたいになってしまってですねそこに感染を起こしてきたりすると、まあ、なかなかそれがコントロールが難しくてですね、えーまあ、全身、えー、的な炎症あるいは肺血症ですね感染等々で命を脅かされるというようなこともありますので、まあ、非常に怖い病気であります。えー、これはでですね全国で7万8人、えー、男女2対1 で男性は59.9歳女性は66.5歳というようなことになって男性の方がちょっと若いんですね、えー、これはなんでじゃあこんなことになるんかというところまだ言ってませんでしたこれ急性水炎の原因は何でしょう、えー、皆さんご存知ですかね急性水炎の原因、えー、じゃあちょっとクイズ形式にしてみましょうか えー、3択でいってみましょう、えー、1番脂っこい食べ物、ね、ギトギトラーメンこれが急性水炎の原因2番目アルコールあお酒の飲みすぎで急性水炎になってるな3番ストレスあストレスで急性水炎これもありそうな話ですよねじゃあいきますよ 一番脂っこい食べ物と思う方、おお意外に思ったより少ない。二番お酒アルコール、あこれが多いですね。みんな多分なんか心当たりがあるんでしょうね。<laughs> ストレス、あ,あこれも結構ありますね。<laughs> はい。 正解言ってみまししょう一番アルルコールでした <laughs> 正解の皆様には何もプレゼントはございません <laughs>、えー、アルコールがですね多いんですねただよく見てくださいこれ男性でアルコールが多いんですね 40%2.8% 女性は実は12%でこれ、えー、何でしょうね脂っこい,い食べ物でしょうかストレスでしょうか実は違ってですねこれ胆石なんですね胆石。 なんで胆石で吸血スイにのあるのっていう話なんですけども、この炭石って胆囊の中に石がコロっとあるわけですよね。これかなりあの中年を超えた女性の方たくさんもお持ちだと思います。あのこれがですね、何かの標示でコロリンとこちらに落ちてくることがあるんですよね。そして一番最初に申し上げましたが、胆管と水管出口一緒ですよね。 そうなんですだからここで引っかかってしまうとですね胆石やのに膵臓まで悪さしてくるということが起こりえてこれで水液が流れにくくなってしまってここで先ほど申し上げていたみたいに膵液が消化酵素が活性化を始めちゃうんですね膵臓の中でそれで急性膵炎になるということが言われています。 ですので女性の場合は実は胆石がストレスではなくてですね胆石が第1位でありましたあとですね実はこれ特発性というのもありますこの特発性というとちょっとあの難しい,言い方ですが要は原因不明ですあの分からないというケースもいまだにありますかなり多いですよね4分の1は原因が分からない急性すいがあるんですよね。 水腫瘍というのがありますねつまり何らかの原因で水液の流れを塞いじゃって腫瘍がちっちゃいのができてですね先ほどの水管流れ道を塞いでしまうと上流の方で流れられへんっていうことになってそれが刺激で水酵素が活性化を始めて水泳になってしまうということが起こり得るんですね。でですので この急性水炎になってしまった場合はですね治ったあと治ったあとに治る前もそうなんですけどこれ何で水炎になったかでも大事なんですねお酒のせいかもしれん、えー、胆石かもしれんでもそれが全部調べ終わった後にですね腫瘍が隠れてないかというのはきちんと調べる必要はあるかなというふうに思いますね。 えーまあ、年齢層としては中年男性と高齢女性というふうになっています。これなぜかと言いますとアルコールはです、ね、これ男女合わせて40歳ぐらいにピークが来るんですね、これ患者さんの数です、多くて、まあ、多分、このあたりにお酒飲まれる機会が多くてですね、えー、男性は特に多いアルコールが多いとで女性はですね胆石が多いと言いましたが。 胆石というのは年齢とともにだん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 増えてきますので胆石が原因のの急性水炎はご高齢の皆様に多くなってきます、まあ今日お越腰の方はどのぐらいの年齢層かというのは、まあ、なんとなく分からないようなわかるような気もしますが、まあ、ひょっとすると、えー、アルコールのピークは超えてですね、まあ、胆石をお持ちの方が急性水炎のリスクあるかもしれませんね。 男性の方は60代女性の方はもっと高齢の方に多いよというふうな傾向になっていますね、えー、そしてもう一つは先ほどのクイズの一番にあり,ありましたですね脂っこい食べ物とも言いましたが血液中のまあ脂質ですね高脂血症脂質異常の方も水炎のリスクと言われていますとなるとですね、えー、こういうご質問もいただきました急性水炎になりました この繰り返さないためには日常生活に気をつけることがありますかっていう質問ですね。これあの急性水炎になった時はですね先ほども申し上げたみたいに原因が何かっていうのが大事なんですが、まあ、やはりアルコールが多かったですよね。そして胆石の場合は胆石をもう取ってもらうという、まあ、それはまあ内視鏡治療だったりそういうこともできるんですがこの原因を考えるとですねもう。 一言、食生活ということになろうかなというふうに思います。アルコールですね、を控えていただく、脂っこいものを控えていただく。これがまあ急性膵炎を繰り返さないためのまあ大事な食生活になるのかなというふうに思います。えー、急性膵炎の治療ですね。これをあの実はガイドラインで出てて、まあ非常にごちゃごちゃとちょっと見えづらいと思いますので、右にですね、少し簡単にまとめてみました。 まず急性性になったらですね診断、これ診断先ほど申し上げましたそんなに難しくないんですねお腹痛、それからアミラーゼリパーゼが高いそして画像、この三つで診断は比較的良いですあとは原因ですねアルコールなの胆石なのという話ですでもし胆石が原因であればその胆石を我々消化器内科の方で取り除くような内視鏡治療も可能です まあそういうことを原因を考えてですね治療を考えあの原因に合わせて治療を行っていかなければいけないということなんですがまあどんな水炎でも,もうとにかくスピードが勝負なんですね、えー、まず水炎になったとなると基本的治療、えー、呼吸循環モニタリング絶食水の安静もうとにかくご飯を食べるとご飯が水酵素の活性化をね消化しようとして水酵素活性しますからご飯を食べない。 そしてたくさんの点滴をして十分な油液をしてですねそして痛みを取ってあげるこれが基本的な治療なんですねそうしながら CT 検査をきちんと取ってですね重症度を判定するんですねこの重症度の判定が極めて重要ですこれはあの細かいことは申し上げませんが我々の方にはですね、えー、ポイント制でですねこれがあれば えー、この項目を何点、この項目が何点ということで重症度の判定ができます。この重症度で軽症であればですね、この基本的な治療の継続でいいでしょうと。でももし重症あるいは重症に近かったらですね、これは、えー、搬送集中治療が可能な病院に搬送してくださいよというガイドラインになっていますので。 えーまあ、あの神戸大学でも、えー、急性す炎はあのきちんと管理ができますのでもしですね重症ということであれば、えー、工事医療機関に運んでいただければというふうに思います急性水炎のまとめですねアルルコールと胆石が2大要因でした、えー、腹痛発作水酵素上昇そして画像検査で診断そんなに難しくなくあのお医者さんであればわりに診断できやすい方だと思いますただですね 致死的な病気ですよと命を脅かす病気なので重症例は工事医療機関で、えー、治療してもらった方がいいとそういう病気ですねはいこのあたりで急性水炎を終わりまして次に慢性水炎の話に移りたいと思います慢性水炎ですね慢性水炎どんな病気でしょうかね、えー、これはですね すい臓の慢性炎症により細胞が壊れ膵臓が繊維化で置き換わってしまうというふうにまあ例えばですね肝臓でいうと、えー、B 型肝炎 C 型肝炎で肝炎がありますよねあるいは脂肪肝ですね脂肪肝炎といったところでずっとまああまり症状なく えー、肝臓の炎症がずっと続いているとい,いずれ肝硬変になりますと言われますよね。肝甲変というのはまさにこの線維化の状態なんです。で慢性すずもですねいわばその過程をすべてひっくるめたような病名になっています。 慢性の炎症が膵臓でずっと続いて、それがだんだんと繊維化に置き換わってしまって機能が弱くなってしまうという病気なんですね。えー、診断はですね、特徴的な画像所見。まあこれ、えー、ここに CT 検査がありますが、膵臓にこんな風に白いなん、えー、でしょう、えー、ねあのものが見えると思います。これは何かというとですね、普通これは 単純 CT という CT で造影剤を使っていない CT だと白く見えるのはですね背骨と肋骨ですねは白く見えてますつまり骨ぐらい硬い石灰がですねが膵臓の中にこんなにたくさん溜まってしまっているという状況なんですねそして右の検査はこれ内視鏡でですね十二指腸の出口から膵臓の管に 影剤を注入して水管を観察しているところなんですけれども水蔵すい臓の管がもう本当はですね 2mm ぐらいのスーッとしたまっすぐの管なんですけれども狭窄したり拡張したりがたびししているというのが慢性膵炎の一つの特徴なんですね。 組織所見といえばです、ね、これはなかなか、ね、あの説明が難しいですが、まあ、要は先ほどから申し上げているような膵臓の繊維化で本当はみずみずしい繊維細胞がたくさんあってです膵、ね、臓の消化液をたくさん作ってくれるはずの膵臓がです、ね、このちょっとこう,こういう、まあ、赤っぽく見えているところですけども繊維化で置き換わってしまっているというような状態です。 そしてです膵、ね、臓の管の中にはタンパク質という何かこう詰まりができているというような絵も見られることがあります。そして反復する上腹物、痛そして水酵素の上昇水害分泌障害飲酒歴あるいは遺伝子異常急接炎の起用、まあ、少し診断項目がです、ね、急接炎よりは多くなっていますが、まあ、こういったポイントですね まあ要は画像そしてお腹痛痛そして血液検査これあたりをですね中心に診断していくということになろうかなというふうに思います。で慢性す炎知らない間からだんだんと長い期間をかけて、えー、繊維化に置き換わってしまうというようなふうに申し上げましたがこれがですね、えー、初期と後期に分かれるんですね。初期は 潜在期大期移行期非大期といいううふうに分かれています、まあ、最初はですねあまりこれ水炎かどうか分からないような感じだと思うんですがなんとなくお腹が痛いとか、えー、いうぐらいなのかもしれない、まあ、ほとんどのああごめんなさいちょっと言い間違いましたねこれあの線がありましてこの点線はですね、えー、まだ症状が出てないとこなんですね。 この血液検査もこの2本線の間が正常という意味ですねここはすい臓に少しずつ変化は起こっているけれどもまだお腹痛も血液検査も何も異常がないという状況のことですねこれがだから潜在期でありますところがここで発症するんですね発症というのはお腹が痛いと感じるということだと思います発症するとお腹痛がすごく痛いんですね最初は痛いんですね それはあの急性膵炎に似たような痛みなんですねそして水酵素もここで上がるというふうになりますでこれが何度か繰り返していくんですねでそうして炎症を繰り返して治って炎症を繰り返して治ってしている間にですねだんだんと膵臓のたくさんあった腺房細胞が少しずつ細胞が壊れていって腺維化に置き換わってしまってですねだんだんとですね この水酵素の水分泌能力がですねですから血液検査も最初のおな痛い時は高くなる数百とか上がることはあります上がるけどだんだん上がらなくなってきてですねしまいには正常の下限正常値のなんぼからなんぼまでのその下限よりも下回ってしまうそれぐらいその膵臓が アミラーゼやリパーゼを作る力はすらなくなってしまうというのが非代償期と言われています。ちょっと難しいですけどね。最初は腹痛があって水酵素が上がるけども、それを繰り返している間にだんだんともう膵臓自体が荒廃してしまって、で腹痛もなくなってくるし、えー、水酵素の異常値もですね、昔は高かったのにだんだんもう低くなってしまうということがあるんですよね。 でその間の間にですね、正常だった水管の中にタンパク質、水石といった詰まり物ができたり、それによって水管が拡張したり、狭窄したりというようなカタピシができて目立ってくるんですね。で大事なのはこれなんですね。膵臓は最初に申し上げたみたいに外分泌機能と内分泌機能がありましたね。この外分泌機能がだんだんと低下してしまう膵臓が 房細胞が減っていって繊維化に置き換わってしまうので水酵素を分泌する力が弱ってしまうのでそうするとですね外分泌機能はだんだんともう低下してしまってこうですね例えばもう脂肪がですね分解できなかったら食べた脂肪は分解されて吸収されずにそのまま便に流れていってしまいますので。 脂肪便というよううなな便便にったりします脂肪というのはちょっとまあ言うたら便、えー、のねあのおトイレのお水に少しこう油滴のようなものが浮かんだりするようなことが、ね、ありえるのかなというふうに思いますね。場合によってはビタミンの欠乏であったりとか骨格筋の低下といったように栄養障害ですね消化吸収の消化酵素が足りないわけですから消化ができないと吸収もできないということで 栄養が力が低下してしまうというのが外分泌機能不全ですそして膵臓、えー、の大事な働きも一つありました内分泌機能ですねこの内分泌機能が低下してしまうとだんだんとそれは糖尿病になりやすくなってしまうという意味ですよね糖尿病が発症して、えー、水性の糖尿病膵臓による糖尿病が発生してしま,しまいます 水蔵からのホルモンえつまりはインスリンの分泌の低下等々によって血糖のコントロールが不安定になってしまうということですよねこれもやはり,しっりせっかく糖分をとってもですねそれがせきちんとえ体の中に吸収してえ栄養分として取り込めなくなってしまうのでやはり栄養状態の不良につながるということになると思います。 慢性水炎は、えー、患者さんがですね、えー、5万人以上ですか男女比でいくと4.8対1発症年齢は60歳前後ということになっています慢性水炎の原因は、えー、これは割にはっきりしていましてもうほとんどがアルコールですね特に男性ただ女性はこのオレンジ色が多いんですねこれは実は 特発性なんですね特発性は先ほどと一緒で、えー、原因がわからないというやつが特発性です。えー、アルルコール性は若い、うん、そうですねやっぱりあのアルコール飲まれるのは、まあ、40代ぐらいがやっぱりピークなんですかね40代50代ぐらいが一番アルコールの量が人生の中で多いんですかね私も気をつけないといけないんですが、えー、この男性はですねあの こう黒で書いてあります。女性よりも男性の方が圧倒的に多いことがわかると思いますね。男性多くてこのピークは六十代前後になってます。これはやっぱり四十代あるいは三十代四十代ですね、あるいは四十代五十代にたくさん飲んできたあまあことが反映されているのがまあこの時期ということになるのかもしれません。えそしてですね、えー、っとこれはですねアルコール性なんですね。アルコール性はですね。 膵臓の全体あ、ごめんなさい。先ほどはこう。六十代がピークと言ったのは、慢性膵炎全体の。あのえー、で、見たときですね、男性ですね。でも、アルコール性だけで見ると、もっと早いんですね。五、え、十、ー、代ぐらいで、アルコール性の慢性膵炎ピークを迎えています。しかも、ですね、女性はですね、これ、見てください。四十五点、三歳で、アルコール性の方はピークを迎えているんですね。 つまり女性の方がですね若いうちからアルコール性の慢性水炎になりやすいというふうには一応統計上言われています。これなんでなのかなというのはまだわからないんですがなぜか統計的にはですね女性は短期間あるいは少ない飲酒量で、えー、慢性水炎になると言われていますので男性がですね、えー 飲酒期間が30年から40年で慢性すいンがピークを迎えるのに対しまして女性は10年20年の飲酒期間ですねアルコールの量もですね少ない量で女性の方は慢性すいンになりやすいということなので、まあ、気をつけていただかないといけない一方男性はですね喫煙が加速すると言われています喫煙ですね、えー、普通のですね えー、急性水炎ですねごめんなさい急性水炎でもですね、えー、喫煙者はですねこの白い方ですね、えー、非喫煙者よりも早くに水い炎起こりやすいと言われてますし慢性す炎も、えー、非喫煙者に比べて喫煙者の方が若くしてす、えー、炎慢性す炎になりやすいと言われてますのです炎にとってですね喫煙はまあアクセルになっているというふうに言えるかもしれませんね。 えー、慢性水泳炎の原因は多くはアルコールでしたそして特発性原因不明がありましたがやはりですね、えー、ちょっと今日の勉強した帰りにいっぱいと思ってた人にはですね非常に恐縮ですが、まあ、アルコールと,、まあ、それと喫煙はですね気をつけていただかないといけないのかもしれませんね。慢性水泳の治療ででですすすまず原因検索がが大事ですね、まあ、多くはアルルコールですが、まあ、他に、えー 特発性なのかあるいはこれ遺伝性の場合もありますので、えー、いろんな原因が隠れているのかどうなのかというのはきちんと調べなければなりませんねそして治療の基本はまあ断種禁煙はこれはもう絶対にやっていただかないといけないとそして大正期ですねまだおなかあ、まだアミラーゼの分泌能力がリパーゼの分泌する力が水い臓に残っていてそういう時は お腹も痛くなりやすすいですしアミラーゼリパーゼも上がりやすくなりますし炎症も強くなりやすいですそういう時は、えー、まずは症状に対してお薬だったり内視鏡治療先ほどタンパク腺とか膵臓の医師とかありましたよねああいったものを内視鏡で取り除くような治療も可能ですそれによってお腹痛が良くなってくるというケースもありますね。そして どうしても痛みが取れないという場合には外科治療を行う場合もあります一方でこの痛みがですね非代償期になってくるとだんだんと、まあ、効果不効果膵臓の機能の低下とともに、えー、痛みも少しまあ弱くなってしまうんですねそこで出てくるのは、えー、外分泌内分泌機能の低下による栄養障害だったり 糖尿病だったりするわけなんですよねそれに対して栄養療法や糖尿病の治療をしないといけないということになるかなと思いますね慢性水炎と診断されましたこれね、皆様からの質問にありました体重が減って心配ですということがありますがうーんどうでしょうねこれ、えー、ひょっとしたらもうこちらの方に来られているパターンかもしれないのできちんとですね 消化液が外分泌機能が低下していればその外分泌機能を補うようなお薬もありますしあるいは糖尿病の管理もですね専門の先生に見ていただいた方がいいのかなというふうに思います、えー、飲酒量今までですね、えー、急性膵炎慢性膵炎両方見てきましたがやはりアルコールとはちょっと切っても切れない関係にありますよね、えー、アルコール全然飲んでない人に比べて、えー、だんだん 50グラム未満の酒とそれから50から99グラムの酒と100グラムこれ1日の量ですね多くなればなるほど急性水炎にもなりやすいしその傾向は慢性水炎はより強くなっていますこれお酒の量って何グラムって言われても分かりにくいと思いますがまあ一豪は20グラムと言われてますのでまあだいたい測ってもらえたらなというふうに思いますね、えー、慢性水炎のまとめですアルコール性が多いです。 お酒ね、そして症状各種検査ですね画像検査そしてでそのまず大事なのは病気診断ですね病気の木は気管の木ですね病気私が今慢性膵炎のどの段階にあるのか痛い痛い時期なのか移行期なのかあるいは少しす膵臓が弱ってしまって症状はなくなったけど機能がもう随分低下してしまったのかそこを判断して えー、やはり長期的にはですね栄養障害糖尿病に対する、まあ、内科治療が重要なのかなというふうに思いますよろしいでしょうか急性水炎の慢性水炎のね勉強をしていただきましたがさて、えー、ここでですね、えー、ちょっとブレイクしたいと思いますドラマで映画で見る「水疾患」ということですねあの 水蔵ってね最近では皆さんなんとなくこうやってあの膵臓というとちょっと怖いな膵癌が怖いなというふうに有名になってきましたが10年20年前はですねあまり膵臓はあという感じの人多かったですねで,、まあ、でもですねこうドラマとかでもですね結構膵臓の病気が取り上げられるケースがですね多くなってきましたこれはまあ随分随分、まあ、もう7年ぐらい前ですか湯を沸かすほど熱い愛。 湯を沸かこれあのまあ、うん、そうですねこれからの話をしていくがあの膵臓癌になってしまう宮沢里江さんがねあの演じられますまあちょっと血のつながりのない家族の愛情をね描いたい本当にこに涙なしには見れない映画ですので、まあ、ぜひ皆さん見ていただければなというふうに思いますしちょっと若い世代にはですねこういうのもありましたね「君水として一,水一世を風靡しましたが。 君の水蔵を食べたいまさか映画のタイトルにね「膵臓」が出てくるとは思いませんでしたけれどもあ皆さんこうやって「膵臓」って何やろうって思っていただけるそういう機会になったのかなというふうに思います。えー「白い巨頭これは皆さんご存知かもしれませんね。これ実は1978年田宮二郎さん2003年唐沢敏明さん2019年岡田純一さんですよね。だいいた まあざっと見渡して皆さん親しみの覚えのはこの辺ですかね <laughs> どうでしょうか私はえこの時9歳でしたから記憶にございませんこの時はあれ医者になってましたね2003年これはまあまあ最近ですで面白いのがですねこれあの財前五郎さんと佐々木まあ患者さんですね これ財前五郎さんの描かれ方がこのバージョンによって違うんですね財前五郎さんです、ね、1978年の時は腹部外科医そして2003年では食道外科医として登場しますで2019年には腹腔鏡のスペシャリストスペシャリストとして登場するんですねで問題となる患者さんがおられるんですがその患者さんはですね78年バージョンでは胃がんだったんですね そして2003年は食道がんそして今回2019年はですねすがんだったんですねこれ私ねやっぱりテレビ局、まあ、映画作成側もですねおそらくやっぱりその時代の一番皆さんが怖いと思ってるがんをですね題材にされてるんじゃないのかなというふうに思うんですね山崎豊子さんの描き方とはこの辺はアレンジがされてるんですね。 えー、78年はやはり胃がんが怖かったんだなというふうに思います日本は特に胃がんが多かったですしねそして食道がんさらに最近は、まあ膵がんがやっぱり、えー、怖いがんとして皆さんが思ってられるからここで膵がんをですね題材にされて腹腔鏡科のスペシャリストとして描いてられるのかなと思いますしこの財前さん自身もですね、えー、と78年は えー、胃がんになる2003年は肺がんになるそして年やはりすいがんはですね、えー、皆さんにとって一番気がかりながんになってきてるのかなというふうに思うわけです。さあ膵癌がんの、えー、話に入ってまいりましょうかね。 すい、えー、がんはですね、えー、まあこういった有名な方のですね命を強者たちの命を奪ってしまう本当に怖い病気ですねで、えー、がんの死亡数はですね2018年の統計ですが男性で膵がんは4位女性では3位に上がってきてるんですね全体でも4位です、えー、そしてここにありますように2030年までにアメリカですねアメリカの 膵がんの死亡者数は二位になると言われているんですねで。おそらく日本もこういった傾向を追従していくのかなというふうに思っています。で、えー、これだんだん増えてるんですね。左が男性、右が女性。これちょっとごめんなさい。グラフで見ると、えー、ちょっと女性が多く見えてしまうんですが、この小さい字のですね縮尺が違います。ですので男性と女性はほぼほぼ同数ですが、私がちょっと申し上げたかったのは。 右肩上がりで増えてきてるよということなんですよね。こういう癌であります。世界においてはどうでしょう。これはですね、色の濃いところでは膵臓癌が多い地域というふうに言われているんですねで。見てみると、まあ、ヨーロッパだったり、えー、まあ、アメリカも濃いめですね、えー。そして日本もかなり濃い色になっているということで、えー、先進国で増加傾向。どうやら生活習慣ですね。 えー、喫煙だったりアルコールもありますし運動不足あるいは肥満高血圧脂質異常症といった、まあ、こういった環境の変化がですねこれが非常に大事な図になりますが膵癌がんの5年生存率膵癌がんと診断をされた時に5年間生きられる率ですねが。 これいろんな癌を全部並べてるんですね。全部並べてるんですが、膵がんがですね。これ、ダントツで低いということが見て分かっていただけるかなと思います。これあの少し古い統計ですが、今でも10%前後とですね。まあ、悪いのには変わりない状況であります。で、ですね。膵がんはどうやって？じゃ診断するんですか？ということで、これもガイドラインできちんと出てるんですが。 ちょっと見づらいかなと思いますのでちょっとあのアレンジさせていただいています。これはですね、膵がんは症状、先ほど出てきた水酵素、ミラーズとかリパーズね、こういうものがちょっと高いとか低いとか、そういうところですね、まあ、主には高い人があれですかね、あの検査に来られることが多いですかね、そして腫瘍マーカー、えー、危険因子、えー、あるいは栄光検査で異常がありましたみたいな方が、えー、はですね、 少しでも膵臓がんを疑うべき何かサインがあればですね、えー、造影 CTMRI 検査あるいは今日ご説明しますが超音波内視鏡検査をですねしてすい臓がんがあるのかないのかを確かめましょうというふうに進んでいきます何かきっかけがあれば画像検査そして画像検査の後はですねこれはこれもちょっと後でご説明しますけども 超音波内視鏡化線子吸引法 EUSFNA といいますがあるいは内視鏡的逆光性水管造影増えこれは ERP といいますがこれは組織をですね検査する組織の検査のですねえつまり、まあ、あの例えば胃カメラでもですね胃カメラ飲んでいただいて何か怪しかったら見て怪しかったらそこを整検ちょんとつまんで取って組織を見てあ癌がんだながんじゃないね っていう,ふうに診断しますよね同じように何か怪しければ画像を検査をして何か更に怪しいとこがあれば組織を取って正確な診断をすると診断確定をするということになります。では水がのののの初発症状にはどのよううなものがあるのでしょうか先ほどねここに「症状」とありましたがそれにはどんなものがあるんですかということなんですがこれもこういう質問もね結構多かったです。 えー、腹痛横断といった症状が多いですね最初のあこれで大体うーん50%ぐらいやっぱり半分ぐらいはですね腹痛横断で占められて尿廃物というのもありますねその他体重減少糖尿病の悪化食欲不振といったようなこともありますし全く症状がありませんという方もおられますただですねこれれ皆さんんお気づきかもしれませんが 腹痛横断が出る頃はですね、膵臓がんはかなり進行していることが多いんですね。ですので現時点では無症状の間で膵臓がんをついかに見つけるかというのが我々が目指さなければならないところかなというふうに思っています。腫瘍マーカーが高い言われました。大丈夫でしょうか。これあの腫瘍マーカーとしてあの CA99 というのが有名なんですね。この CA99 が高いけど。 大丈夫かな検査して問題ないと言われたけど掘ってていいですかというようなご質問もありました。まあこれですねシューマーカー CA99 とか CEA とか、まあ、いくつかありますが、まあ、一番やっぱりよく使われているのが CA99 ですかね。これはですね本当に難しくって CA99 が高いから絶対にがんがあるとかいうことではありませんのであの、まあ、やはりも この,この流れに沿ってですね検査をしてみてですね問題がなければその CA99 がさらに上がっていくのか横ばいなのかあるいは下がっていくのかっていうのをフォローしていくということになろうかなと思いますね。CA99 が高いイコール膵臓がんということではありません。それではですねこの画像検査はどんなふうに所見があるのかなということなんですけども。 えー、まず CT 検査と超音波内視鏡検査を簡単にご紹介したいと思いますすい臓にですねこのような種類ができてしまった時は造影 c t 検査を取りますこの造影がないとですね現時点ではなかなか、CT、あの膵臓の診断は難しいかなというふうに思いますね、えー、ここに種類がありましてこれ見えにくいですねでもまああのここですねこんな感じで種類がありまして その上流の膵臓の管が拡張してくるというのが、えー、大きな特徴であります。これですねこれがゾーエ CT そして超音波内視鏡検査ですねこれはは超音波内視鏡というのはですね皆さんが知っている超音波検査はあのお腹の中から上からですねベタベタゼリーをつけてこうやって見るやつありますねあれ、えー、腹部栄光検査非常に重要な検査で勘弁だしあまり痛くないし いい検査ですが、一部膵臓は見づらいところあります。だけど、この検査はですね。この内視鏡の先っちょにエコー装置をつけてるんですね。そして、胃の中から先ほど言いましたね。胃の背中側に膵臓がありますので、胃の中から膵臓を見るとですね。胃の中から胃の壁にエコーを当てるとですね。膵臓は隅々まで見えることができるんです。見ることができるんですね。この検査で非常によくわかります。 でですので CT とか MRI は全体像詳細に見るとこ,こは超音波内視鏡というふうな流れですよね。そしてどのように組織を取るのかということですが内視鏡をですねこれはですね先ほどの超音波内視鏡検査をここから入院検査になりますよここから入院検査になるんですがこうやってですね超音波内視鏡検査で見ながら 胃袋を通して見てた膵臓の種類をプスッと針を胃の壁を貫いてですね、針を刺すんですね。そして、種類に刺して、そこから組織を吸引してくるという取り方でがん細胞を確認することが可能です。ただですね、これはやっぱりちっちゃく、5ミリぐらいは必要ですね。5ミリぐらいあったら刺すことできますけど、もう3ミリ言われたらもうちょっと刺すのは難しいですね。本当にちちっゃな場合 これちっちゃながんがここにあるとしますとその場合は内視鏡を十二指腸乳頭から挿入内視鏡を十二指腸まで持っていってですね十二指腸の乳頭この出口から細い管を入れるんですねそして管を水管先端水管そして十二指腸胃袋食道お鼻へ出していきますそうすると膵臓の液がですねポタポタここから出てくるんですね そしててがん細胞が混じっっないいかかどうかを確認すするといった検査法もできますこういった検査を駆使することによりましてこの精密検査をすることによってですね 10mm 以下ちっちゃながんも確実に診断する自信が私たちにはあるんですねだからちっさながんでも診断できるというふうに言い切りたいというふうに思いますで、えーまあ、ただ じゃあなんで早期発見が難しいのというのは少し後でねまたご説明したいと思いますが、膵癌の治療についてもですね簡単に触れていきたいと思います。膵癌の治療はですねこれ本当にあのガイドラインはですね詳細に書かれていましてちょっと難しいかなと思いますので勝手にですねあの少し解釈を書きました。最初に今診断がついたら。 一番大事なのはです、ね、要は手術できるのかどうなのかというところになるんですねでこの手術可能かどうかというのを見てです、ね、でそして選べる治療法はその手術あるいは放射線治療あるいは抗がん剤治療、まあ、多く大きく考えるとこの三つになろうかなというふうに思いますそれをどういうふうに組み合わせて治療していくべきなのかと いうなうな考え方なんですよね例えばですねがんがこうやって局所にとどまっている比較的まだ膵臓の外に飛び出ていないねっていう状況であればできれば外科手術で、えー、すっかり取り除きたいなというふうに思うわけなんですね。一方でちょっとはみ出しててですね周囲の血管とかに浸潤、えー、があるなあという時は うーんこれはちょっと取りきることは難しいねこの重要な血管を切除するわけにはいかないよねっていうケースがあるんですねそういう時は放射線治療と抗がん剤治療を化学療法ですねコンビネーションでやったりすることもありますえさらにはですねがんが他の臓器に転移しちゃってるなとこれはなかなか切除は難しいですし放射線治療もやっぱり局所の治療なんですね。 こううなななるるととやはり、えー、化学療法が中心になるかなというふうにかいい思ます、えー、つまりですね、えー、ステージ診断ですねをするのが大事ですが、まあ、切除可能であれば今はですね術前に化学療法をして手術前に化学療法をちょっとするんですねそして、えー、その後手術をしてそして術後の化学療法を追加するという流れになっています。 そして経過観察して再発がないねないかなっていう風に経過観察をしていくという流れですね切除可能境界うーんどうやろう切れるかどうかなっていう時は、えー、切除を目指してですね化学療法あるいは化学放射線療法を行ってで再度切除できるのかどうかを判断してですね難しかったらうん残念だということになりますができれば切除に持っていきたいと思いますし。 残念ながら切除不能だなということであれば、まあ、抗がん剤治療になりますね。ただ最近ではですね今日は詳しくあの述べる時間がないですが「ゲノム医療」って聞かれたことあるかもしれませんね。遺伝子パネル検査 A さんの膵臓がん B さんの膵臓がん C さんの膵臓がん皆さん微妙に違う特徴を持ってられるのでそれぞれの皆さんの膵臓がんを組織をとってですね遺伝子を調べてあなたの A さんのがんにはこういう薬がいいんじゃないの B さんにはこれがいいんじゃないのかっていうことを提案していくっていうことも最近では進,んで進みつつあります神戸、えー、大学はですねがんゲ,ゲノム医療拠点病院ということですので何かございましたらご相談いただけたらなというふうに思います、えー、何度も繰り返しますようにですねす臓、えー、がんの治療で大事なのはやっぱり切除なんですね。 これが唯一の根治というのはですねもうあなた治りましたよという段階に至るためには切除、えー、しなければな,いならないと切除以外にはないと、まあ、そういうことなんですね。ですので切除可能この状況で見つけることが一番重要だというふうになるわけであります。 ということで今日皆さんたくさんの方から本当にこういう質問が多かったですね膵がんの早期発見早期治療で感知するのでしょうかこれはですねあのこれも自信を持って言いたいと思います、えー、これは少し古いデータですが10ミリ以下の膵臓がんの5年生存率は80%これ先全体で 8. 何言ってましたから10ミリ以下で見つけると どんだけどんだけよくなるんだということですよね、えー、つまりこれも他のがんと全然遜色ないそういう状況にもということができるんですねだここで見つけないといけないというのが今目指すところなわけであります10ミリ以下で治療すると良好な予後が望めますこれは間違いないんですよねそうなるとですねあれなんかおかしいなという話になってくるんですね先ほど私が自信満々で 10ミリ以下でも確実に診断できますって申し上げたんですけども確実に診断できるそして予後は望めるっていうのになんでこんなに悪いのという話になるんですね。でこれはですねどうしてこんなに予後が悪いのということになるんですがこれが今からお見せするデータがですねちょっとつらいデータなんですがこのように10ミリ以下で見つかる膵臓がんっていうのはこの円グラフのこの細い細いこんだけしかないんですね。 こんなしかなくって20ミリ以下としても5%というのが、えー、ちょっと古いデータではありますが現状なんですねこれが今の、えー、問題大きな問題になっていまして、えー、結局こういう見つかり方しか今の現状ではできておりませんから先ほど3つの輪っかが同じぐらいに書きましたけどもほとんどの方に 化学療法を中心の治療をしていて、根治治療である外科手術中に持っていくことができていないという現状があるんですよね。これで予後が悪いということになります。えー、今日の一番のテーマですね。膵癌の早期発見する方法があれば教えてくださいとうん、これなんですね。これがまあ私も教えてほしいんですが、一生懸命やってるとこなんですね。で、この問題点は、えー、例えば大腸癌では例えば大腸癌ではですね。 これ皆さんです皆さんもたくさんいます全員大腸検査できないですねちょっと聞いてみましょう、えー、大腸検査大腸内視鏡検査をしたことがある人手を挙げてみましょうああ素晴らしいもう素晴らしいですねこれも7割ぐらいは検査されたと思いますそれぐらいポピュラーになってきましたで、これはやっぱり大腸検査が非常にまあ、ある程度皆さんに馴染みがあって勘弁になってきているというところが一つと もう一つはですね、その前に便鮮血検査をしていられる方も多いと思うんですね。便鮮血検査を受けたことがあります。これも多いですね。先より多いと思います。ですので、まあ便鮮血検査で陽性があるとですね、大腸検査にも向かいやすいですし。 みんながされて大腸検査を受けていると私もやっとこうかということにもなってくるということで、まあ、広くポピュラーになってきているのがあの大腸がんのです、ねえー、見つかりやすさにつながってきていると思いますしかし膵臓がんでは私たちは1 0ミリ以下の膵臓がんを診断することはできるんですねできるんだけど、えー、どなたを調べていいかわからへんのですね先ほどの CT とか超音波内視鏡検査場合によっては針を刺しますと言いましたけどああいう検査ちょっとクリニックに行ってやりましょうということにはいかないんですよね。ですのでこの絞り込み検査この人が検査すべき人じゃないかとある程度絞り込んでおいてその方に検査をしないといけないということこの,この絞り込みがですねできない、まあ、大腸検査に変わるような手段が 現在ないというところが一番大きい問題なんです診断技術はあるだけども検査すべき人を絞り込めないというのが現状なんですねではチャンスはどこにチャンスはあるのかとまあ、あると信じてやってますこれは一つはですね水眼の進行には意外と時間がかかるということが徐々に分かってきたんですね皆さん水眼になったお友達水眼になってね あっという間にねなくなってしまってという話ああ,ありますよね残念だけどそれで膵臓がんはすごく進行が早い病気だと思ってられると思いますまあ確かにそうなんですが実はですねまあこれは非常にあのまあと数理学的な研究なので本当にどうか、うん、正しいかどうかは別として正常の細胞にですね何らかの遺伝子異常が加わってそしてそうがんになるまでには数年とか十年とかかかるんじゃないか。 そしてがんになってから、えー、がんになってから前がん病変からがんになってそして進行がん浸潤してくるには数年かかるんじゃないかそしてさらに転移するにはまた数年かかるんじゃないかというような、まあ、計算上の理論理論上の計算か理論上の計算もなされているんですね。でまあでもこれは一理ありまして私たちはですね本当にこの最後のところで見つけて。 え最後の数ヶ月1年あるいは1年半を見てですね早かったと言ってるそういう傾向がありましてもっともっと視点をですね早期の方に持っていかないといけないんですね財前五郎の話ありました胃がんが怖いがんという人も言うてましたあれはですね胃がんの早期の胃がんという概念がその頃はまだ少なかったと思うんです。ががが医者側がですね早期のの胃がんってこんなんやというのを学べば それで内視鏡が発展して皆さんが内視鏡をするようになってそれで胃がんが見つかって内視鏡で胃がんの治療ができてですねさらにピロリの除菌で予防もしてというように世の中変わっていくんかなとも思うんですねまだ膵臓はですねその入り口に立ったところなのかもしれないというふうに思いますもう一つはですねチャンスはどこに早期すがんの特徴が少しずつ分かってきたんですねでこれはですね えまあ、今日はですねいくつかご紹介したいと思うんですが早期膵がんの特徴とはということですけども、えー、原曲性水萎縮ちょっとあの難しい言い方です恐縮ですがこれ膵臓の写真なんですけどもこの膵臓がですねここすごく細くなってほんでまたここで出てきてます、まあ、漫画で書く方が分かりやすいかもしれませんここにはですねいわゆる膵臓がんといえるような種類ですね ごセンチの主流みたいなものはないんで見えない。何も見えないんですけども、顕微鏡レベルでは実はここに膵臓のちっちゃながんがいて、その部分は少し膵臓が痩せるということが言われ出してきています。そしてこのような状況ではですね、上流の膵臓の管がですね、このように太くなると言われているんですね。だからこれ赤字赤点で膵臓がんここにありますマークをつけてますが。 この CT ぐらいではもう見えないレベルのミクロのがんがここにあった場合にでもす膵臓自体の形がですね変化してくるということがちょっとずつ分かってきましたこれもう一つあのあれ例ですねここなんかちょっとくびれてるでしょこ,こ,ねこういうところにはあるかどうかはわからないまでも怪しいと思わないといけないというふうに思うんですねでそして微速の膵臓の管がちょっと拡張しているというサインも 見落としてはならないというふうに思うんです。そしてですね、もう一つ、これ、これもですね。ステージゼロ一、二百例を集めた検討なんですが。やっぱり危険因子がですね。あの結構絡んでるかもしれんなあと思ってます。喫煙、アルコール喫煙してた人が三十パーセント。アルコールを結構飲んでた人が十三パーセント。 こののの早期の水蔵がんのです、ね、肩にはおられたというふうに言われてますし糖尿病、膵のう胞から慢性水炎肥満といったです、ね、病気をベースに持っていた基礎疾患を持ってられた方がそれぞれ30%、26%、15%、6.5%といったようにこういった基礎疾患を持ってられる方に膵臓がんは多いのかもしれない。 そして家族歴ですね膵臓がんの家族歴がある人が45%いたということなんですね。こうこういう方はより注意をしてですので診断技術はあるのに検査をすべき人をどなたにしたらいいかわからない今これが現状なんですが、まあ、一つのアイデアとしては危険因子というのはやっぱり重要なのかなというふうに思っています。 そこで今日はですね膵臓がんどのような人がなりやすいのか膵がんの危険因子は何なのかというところをこれから進んでいきたいと思います、まあ、大きく分けるとですね先ほどお示した通り歯垢喫煙アルコールですね基礎疾患慢性膵炎肥満糖尿病濃報を挙げましたそして遺伝的背景ですね家族歴あるいは ある種の遺伝性膵がん症候群と呼ばれる病気ですねこういったものがあると言われています喫煙はですね1.78倍のリスクまあ大きい小さいこれなかなか微妙なところですが喫煙はどんながんにも悪さしますからねやっぱりやめていただいた方がいいかなと思いますし本数と期間に比例すると言われています今日はくしくも11月11日なんですがこれ何の日か知らないですけど、まあ、まさか喫煙の日なんて言うてですね帰りがけに一服ということのないように ぜひお願いいいしたいなと思いますアルルコールこれはですね、えー、これ直接水がんの原因、えー、危険意かどうかというよりもアルコールを飲むとですね先ほど申し上げたみたいに慢性膵炎になりやすい慢性膵炎はアルコールのように比例してましたねで慢性膵炎になれば水いがんになりやすいと言われています今日は11月11日ですがまさかまさかビールの日とか言うてですね飲まように飲みすぎないようにしていただければなというふうに思います えー、慢性水炎は水がんになりやすいのですか糖尿病と水がの関係はいうようなご質問が多かったですねこれどうでしょう慢性水炎はですねやっぱりこれは水がになりやすいですね、えー、なりやすいさのリスクは13倍から16倍と言われていますこれはまあ細かいことは、ね、前半で申し上げたのでやはりまあお酒を気付けていただくということです特に2年以内 慢性膵炎と診断されて2年以内のリスクが高いと言われています。これははなぜかとと言いいますとです、ね、慢性水炎は長い病気です先ほど申し上げたように非代償期から代償まで年余にわたっていって、まあ、最終的に慢性膵炎になってがんになるということは言われています。ところがですね一部の慢性膵炎はですねがんに伴ってがんができてきてそのせいでちょっと膵炎を繰り返して慢性膵炎 になるが発見されるるというケースがあるんですねが原因で慢性膵炎が出来上がって紹介されるというケースがありますそういう方は慢性膵炎やと思ってても実はがんが潜んでて2年ぐらいして見えてくるということなんですよね。だからあのまあ特にですね診断され始めの慢性水炎の方は要注意というふうに思いますね。 えー、BMI という指数ご存知ですか、えー、体重割る身長の2乗まあ私7 0キロぐらいの1 7 8センチぐらいで,すでして、えー、でいくと割割る割るですねこれだいたいええええ、感じの BMI になってます私の場合は。これが30を超えると肥満と言われていて肥満の方もやはりリスクは高い特に男性で高いと言われていますね。 えー、そして糖尿病ですね糖尿病の方はやはりリスクが高いと言われていますこれはどれぐらいかというと1.7倍から1.9倍なんですがここの絵にありますようにまあ、ちょっと興味深いんですが、えー、全問答みたいなんですけど、うん、新規に糖尿病と診断された 100人に1人が3年以内に膵がんと診断される。いいですか100人に新規に,にですね今ずっとかかってられる方にあなた,あなた今回糖尿病ですよと言われた人100人集めると1人が膵がんに3年以内に発症するこれはあの米国のデータですがそういうことを言われてますし新規に、えー、まあ新規というか膵がんと診断された4人の1人が 新規発症の糖尿病を伴うと言われているのでこの新規発症の糖尿病と膵臓がんというのはあ関係がありそうなんですねでこれはどういうことかというとこれまだ答えないです膵臓がんがあるからちょっと糖尿病が悪くなってですねそこで発症して診断されるということなんじゃないかなと推察しています。先ほどの慢性水炎も水蔵がんありきで、えー 慢性膵炎が診断されて、これはセットで診断されてくるというケースがあるんですが、これもまあ同じような考え方ですね。膵臓が,が発症してしまって糖尿病が悪くなって同時にこう、えー、診断されてくる。要するに三年以内とか、えー、まああの発症これ一年以一年未満では五倍五倍ですね、五点四倍と言われてますので、この新しく慢性膵炎とか糖尿病と言われた方はですね。えー その,の12年はですねすい、えー、がんが潜んでないかというのをことさら、えー、慎重に見る必要があるねということですよね。で、えー、皆様からのご質問、えー、次は「脳法ですね。水脳法はがん化するのでしょうかこれもねあの脳胞が検査の精度が上がれば上がるほど脳胞がたくさん見つかってくるようになってきてですね、えー、皆さんの中にも「水脳胞」と言われたことがある方結構おられるんじゃないですかね。 で水脳法はどのように経過観察すればよいのでしょうか。これも質問ご質問の中に多かったものであります。えー、水脳法ですね。これ水脳法今日はですねこの一番多い水管内乳頭粘液性腫瘍について簡単に触れたいと思います。これ IPMN と読むやつなんですね。これはいわば良性腫瘍なんですね。良性腫瘍で、えー、まあ でもがんになる可能性があるというまあ一ついわばこれはどれぐらいじゃなるんですかというと、まあ年率から3えー、まあどういう意味かというと私が500人の IPMA の患者さんをフォローしていると500人のうち1人1年に1人ですね水癌がんになると。 いうのが年率0.2%ですね。それぐらいのイメージです。まあ実際になかなかたくさんの脳ほの方も本当に見てますが、えー、まあまあそんなに500人,1人というのは本当にねなかなかで出てこないですね。膵臓がんに出てこないので脳ほがあること自体を過度に心配される必要はないかなと思います。でただ一応全癌病変ですのでフォローはしないといけない。 まあつまり大腸ポリープですね大腸ポリープはまあ簡単に取れますから取ってますよね皆さんねだけどあれ全部取らんでもあのがんになるやつだけ取れればいいんかもしれませんでも大腸ポリープどれががんになるかのこれはなかなかまあ分かりにくいので、まあ、取れるものは取っとこうということになるわけですけど膵臓の場合なかなか取れるものは取,取っとかれへんですから、まあ、慎重に見ていこうねということになると思いますし。 あまりにそのあたりはですね、どれぐらい慎重に取るべきかというのは、慎重にフォローするべきかというのは、まあ今から有用なポイントがあるんですね。一つはサイズです。やはり大きいやつはまあちょっとね、あの気にした方がいいし、特に大きくなってきてるやつっていうのはまあ気をつけましょうねということになるでしょうね。それから取水関係、これもちょっと私たち気にしているところですね。えー、農法とこの水管というのは。 連続していることが連続しておりますので、えー、水脳法が大きくなってくるに従いまして取水管の毛が太くなってるくるケースもありますこういうケースもちょっと注意しましょうねというふうに思ってますしあともう一つはこれですね結節脳法の中にちっちゃな出来物ができてくるようなケースですねこれもやはり注意した方がいいのかなというふうに思ってますしあとちょっと忘れてはいけないのが脳法だけ見とったらあかんのですね 実は、嚢胞じゃないところにも。癌が出てくる、そういう可能性があります。つまり、嚢胞が出てきてくるのは。皆さん、なんか悪いことしたら、嚢胞出てくるわけじゃないんですね。ちょっと、えー、体質的なものがあるのかもしれない。まあ、つまり、大腸ポリープが全然ない人から。結構、できるわいう人までいますよね。まあ、嚢胞も同じように、嚢胞が。 ああなんで私こんな要件あるんのやろうという人もいるしでねない人もいるわけなんです。でそこにはやはりその体質的なものがありますので、囊胞ができやすい方はまあ膵癌も少しできやすい傾向があるということなんですね。まあこういったところを注意しながら囊胞、えー、のサイズ、数、取水管の径、結節などを見ながらですね、えー、適切な、えー、観察期間と方法ですね主には CTMRI 超音波内視鏡場合によっては腹部栄光ですねこの4つの検査を組み合わせたりそれを怪しい人にはですね年にあの半年から4か月から6か月でフォローする人もいれば1年で1回っにいいん耳じゃないという方もおられますよねその辺りは、えー、主治医の先生と相談していただくというふうになるかなと思いますね。さてもう一つですね膵がん遺伝するのでしょうかこういうご質問も結構ありましたね。 家族性膵癌ということをちょっとご紹介したいと思います私69年生まれですからあのカーター大統領はですね子供心に覚えてるんですけどもこのカーターさん実は、えー、ご兄弟とかお父さんがですね膵臓癌だったと言われていますまあ、こういった家計は珍しいんですけども、えー、家族性膵癌と呼ばれる家系がまあ、家計がありましてまあ、家計があるというかそういうふうによ呼ぶだけですけれども第一度近親者に 2人以上の膵臓がんがある方は第一度近親者というのは親子兄弟のことなんですね親子兄弟の間に2人以上の膵がんがある方はす、えー、がんのリスクがちょっと高いと言われています第一度近親者のその膵がん家系の中でですね、えー、これ近親者に膵がんの方が何人いるかでリスクが変わってくると言われていますがこのような家族性膵がんの方はですね え、膵がんの5%から10%にあたると言われています。ちょっとこれ分かりにくいので、私の経験した家計をについて紹介したいと思います私はですね。えー、っと、ここの親子さんの診療に関わったんですが、これお父さん、まあまお父さんと言いますか。この方にとって言いますと、お母さんが膵臓癌、そしてお姉さんが膵臓癌ということですね。で、この方にはですね。えー 3人のおお子さんがおられるとこういうい状況ですこの人はこの家系はですね同じ家系の中に第一度近親者つまり親子兄弟に2人以上の水いが,がありますのでこの家系は家族性膵癌家系と呼,ぶ呼びましょうということになるわけなんですよね。でその場合に例えばこの,かこの人見るとですねこの人はですねこの人というかごめんなさいこの兄弟を見てみましょう。この兄弟はですね 第一度この兄弟はこの家族性膵がん家系にあってほんで第一度近親者に膵がんの方つまりお父さんですねが1人おられますからこの方の膵がんリスクは4.5倍というふうに推測されるっていうんですよね。実際のとこころ実はこの方が,膵臓がんになってしんいましたとなるとこの2人のご兄弟から見るとお,お父さんと お,お兄さんが膵臓がんなので家族性膵がんにあってなんの中で第一親近者の方が二人これこの人の目線で見ると二人膵、えー、がんがおられますので親子兄弟の中にこの方のたちのリスクは6.4倍だねっていうふうに推測すると言うんですね実はですこの方も膵がんになってしまいましたとでそうすると の真ん中のお娘さんはですね第一度近親者にお父さんお兄さんお弟さん3人の方が水がんということでこの方は普通の方に比べたら30倍ぐらいのリスクがあるよというような方なんですね近い方に、えー、まあがんがあるとリスクが高いですよというふうに言われていますさて遺伝性膵癌がん症候群これはちょっとねあの、まあ、病名の羅列になってしまうんですが えー、ポイツイエガース症候群、まあ、消化器診療をしてみると珍しくはない病気なんですが、えー、こういう、まあ、これはあの遺伝的な病気でありますが、えー、130倍から140倍遺伝性すい炎、えー、ごめんなさいポイツ・イエガース症候群はですねたくさんのポリープができる病気なんですね遺伝性膵炎もですね、まあ、60倍から80倍遺伝性乳がん卵巣がん症候群という、まあ、疾患がありますが この方も2 3倍臨時症候群これも大腸ポリープ等々で大腸腫瘍とかで,です、ね、消化器診療に関わりますが8.6倍、えー、これも大腸ポリープですねあの家族性大腸腺腫瘍ポリポイス4.5倍というふうに、えー、まあこれはあの一般的な病疾患というよりはやはり遺伝的な病気ですね遺伝性の腫瘍症候群の中には水い臓がんのリスクが高いというふうに言われている疾患もあります。 さあ、まああの,水害の早期発見に向けてということで、まあ、今、危険因子の話たくさんお話し,しましたただ、ですねこれ難しいのは私、お父さんとお母さんお,お兄さんが膵臓がんなんです考えてみるとリスクが高いと思うんですよねということで私の診察にお越しいただいてなかなか膵臓に異常が、まあ、基本的には症状もなくてですねとなるとですねこれ保険で診療していいのかという大きな問題にあるんですね。 つまり何か症状があったりあるいは膵臓に異常が指摘されて膵臓の専務のところに来てそして私が精査するここに保険診療というのは行われるべきものだと思うんですけどもまあ言ったら、えー、皆様のご心配とかですねいうような状況でなかなかそれだけでですねあの私たちの一般診療の中でそれをやっていくというのは難しさがありまして。 神戸大学ではので、ね、の精密検診というものを作りましたつまり私たちは膵臓がんを診断する技術があるということを、まあ、高らかに言うたわけですけれどもそれにたどり着けるところで、まあ、皆さんこう困難があるわけなんですよね。ですので、まあ、ちょっと変な感じ言い方になる,なるんですが、まあ、おドックですねお金を払って、まあ、心配な方あれはですね えーまあ、保険診療を経なくてもですねそのレベルの検査を受けたいと思った方には受ける窓口をですね用意しておいた方がいいのかなというふうに思ってこれをスタートしています。まあ、あの1日コース2日コースとありまして、まあ、MRI 検査や EUS 検査といったようなす膵、ね、臓をきちんと見る検査が含まれています。まあ、こちらはでですね1日で水蔵をししっかり見ましょう こちらはペット検査も入っていて他のがんも見ましょうというような形になってますので、まあ、興味のある方は、まあ、あの調べてみてください、えー、神戸新聞社にもです、ね、取材をいただきまして、えー、載せていただきました「まい、あ、がん精密検診」という神戸大学膵癌がん精密検診というところでホームページに、えー、を見ていただくことが可能かなというふうに思います えっとまあ、一番いいのはですね何といってもこう我々神戸大学の胆水疾患診療チームですがあの膵臓の専門家が見るというのがペっスりい臓は大事なのかなというふうに思っていますので、えーまあ、何かあればご相談くださいさてこれ2回目出てきました膵がん早期発見する方法があれば教えてください今日はこの話を聞きに来てなかなか結論見えたことが言えなくて恐縮なんですが 二つ目ですね早期発見を目指して私たち神戸大学の取り組みについてご紹介したいと思います一つは血液検査なんですね一番いいのは大勢あの便潜血検査に代わる何かとして簡単な血液検査があったら一番いいですよねこれについては少し取り組みがあります、えー、アポリポタンパク A2 という、まあ、ものなんですがこれはあの、えー、当時あの研究者の研の 国立のがんセンターですねおられた本田先生との共同研究ですが本田先生のご発見でこのようにですね健康な方よりもです膵、ね、臓がんの方はですねこのアポリポタンパク A が低いというねそういう結果があってこういった検討に私たちも関わらせていただきました健常人よりも膵臓がんの方が低いんですよね。 だからこの血液検査で引っ掛けて、えー、精密検査に持っていくなんてことができればいいなという、まあ、そういう考え方ですよね。日経新聞に載せていただいたりこれはですね検診7施設で5000例を調べてみましたそして、えー、5120例でこの a p a 2陽性というのは低いということですね。この低い方が 1> 約1.6%おられたんですね84例1.6%この中で精査をしましょうかと言って精査された人が54例おられましたで54例を見ると水に異常したがあった人が26例あったんですねでその26例がここに並んでますが、えー、18例は今ご紹介してきた、えー、水 IPMN ですね、水管内、乳ン粘液性腫瘍、あるいは水の胞、慢性水炎、あるいは本当に膵がんが見つかった人もらえたんですね。こういう膵がんハイリスク疾患が18例見つかった、つまり54例中18例が、まあ、いわば検査してよかったなと思ってく,れくださった方なんですね。これはまあ要するにですね、5100例をみんな検査は難しいけども、 この検査をすることによって1.6%ぐらいまでに絞り込んで、まあ、検査にね持っていくことの、まあ、一つの提案になるかもしれないということですね。 水がん配列群を絞り込める可能性があるかもよということでこの時は考えているんですね今現在あのこれ東レという会社がですねからまあ発売準備中ということでこれをどのように使っていくかというのは現在検討中、まあ、どれぐらいの値段でどれぐらいの時に使うのかというところが今現在準備中というふうになっています。もう一つですね画像検査 これもでですす。すね、ね、重要だと思ってます我々の取り組みです、ね、あの平瀬先生に最初にご紹介いただきました、えー、ようやく出てきました「<laughs> えー、原曲性の膵移植とか止水管拡張が特徴だよ」ということを申し上げておりましたがこれ私たちの検討でですね、面白い検討ありまして膵臓がんと診断のついた方をたくさん集めてその方に、えー 過過去去のの画画像像を徹底的に洗ったんですね過去の画像そうすると皆さん意外にですね5年以内ぐらいに例えば肝臓の検査で CT 取りましたとか、えー、卵巣の検査でお腹の CT 取りましたという方がおられるんですねその画像で先ほどの早期膵癌の特徴を見いだせるのかどうかこういう検討してみたんですねもしですね。 ここに戻ることができたらですねこの人の運命変えれるかもしれないそういう気持ちですよねで実際にこれ症例ですけどもここに水主流があってえこれいつですか1年前にですねこうくびれとんですねだからひょっとしたらここで気づくことができたんじゃないのという症例なわけなんですね1年後にこうなっているということですこの症例もここに大きな種類があるんですが これはこの方は別なんで、えー、あのうちの病院かどうかこれ分からないですけどこの CT が取られているのが1年半前ですねに膵臓は萎縮してるんですねここで気づくことができたらこうなる前に我々膵臓専門医が見ることができたらですねあのこの人の運命変帰れたかもしれんと思うわけなんですね、えー、2,000例近くを集めて、えー、約300例ぐらいでですね えー、過去の CT があってそしてその半分ぐらいでですねプロが見れば、えー、怪しい所見を見つけることができたんだなということが、えー、分かってきたんですね。でもう一つの重要な情報は原曲性,性萎縮このくびれから種類になるまでの時間経過が分かってきました。この萎縮があって 水管が拡張してきてててきそしし最後にがが出てくるこういうううい順番番どうやら一番メインのようなんですねでしかもここには最初のから3年ぐらいそしてここには1年ぐらいかかってそうだこれ平均ですね早い人遅い人やりますがこれぐらいかかってそうなのでここにきちんとここに気づいてここに介入することができれば水管を治すことができるかもしれないということで現在画像をたくさん集めてですね このの早期をを見つける AI をフ,ジフィルム社と共同で解決あの開発しておりますこれ面白くてね見ていただくといいんですがこ普通の CT がですねこの AI で見るとちゃんと自動的にですね「ここに膵臓ありますよ」っていうふうにマークしてくるんですね。でちょっと色が見えないけどあの赤いところに膵管があるというのが見えてきますし。 あごめんなさいここに主流がありますよというのを示してくれるんですね。がががあああっってて管管拡張があるというふうに AI が示してくれるこの「水管狭窄とか「水管拡張」というのはですね種類すがんそのものじゃなくてまあいわばその間接所見なんですね。その間接所見を見せてくれるというのも重要なんですね。えー、っと これが左が普通の CT 右が AICT ですねちょっと一瞬で通り過ぎてしまったので分かりにくいかもしれませんがこの CT がですね赤いところを膵臓として捉えて黄色いところですね分かるかなえー、っとこうですねここに主流があってそしてブルーのところに水管が拡張してますよっていうようなね サインを拾ってくれるんですねこれは主流がなくともですね、えー、関節所見だけしっかり捉えてくれている絵ですねここですねブルーの水管が見えますかね右の写真ねこのようにこれ主流はないんですけども関節所見の水管拡張を捉えることによって我々になんか怪しいと言ってくれるんですねそれでいいと思うんですなんか怪しいとさあ言ってくれた後はもう任しといてということなんですね これは正常の水蔵ですね、水管がきれいに流れているんですが種、えー、流を検出してくれる AI ももちろんできあがっていてこのように赤いとこにこう種類ありますよっていうふうに、えー、見せてくれますが種類がないもっとちっちゃいミクロのがんのところでもですね関節所見がありますよっていうふうに示してくれるんですね。えー、っとこうですね。 ここちょっとやっぱり萎縮してるんですねこういうところを示してくれるというのが AI の意見ですねはいすい、えー、のまとめです、えー、早期診断治療で予後改善が見込めますただ、えー、我々はですね微小な水いでも診断は可能なんですね可能だけどもそれがどなたにあるのか誰を調べていいのかがまだ分かり絞り込みにくいという状況なんですね早期水の多くは無症状です えー、症状、検査異常、今日勉強した危険因子に注意していただいて、何かあれば、です、ね、ああいった精査をしていく,ていくことによって、早期に見つけることは可能かなというふうに思います。我々もですね血液検査や画像検査で絞り込みの技術をですね開発しているところですので、ぜひご期待いただければと思います。ち、えー、ちょっっっと長くなってしししままままいいたたがねギ、えー、ギリギリまで使っちゃいましたが 水が膵臓の働きと病気ということでですねきょ、えー、はす、えー、炎急性膵炎慢性膵炎と膵癌がんの勉強をしていただきましたどうもご清聴ありがとうございました児玉先生ありがとうございました本当にあにたくさんの皆様からのご質問にもお話説明していただきましてありがとうございますあのもう一つだけお聞きしたいんですけれども 今日いらっしゃる皆様がもし児玉先生に診察していただきたいなと思った時はどのようにしたらよろしいんでしょうかご質問ありがとうございますあのもちろんですあの神戸大学はですね初心料も高いということがありますのであのぜひかかりつけの先生がおられましたら、えー、ご紹介状をいた,だい,ていただければですね地域連携室で私の外来の予約も可能ですので何かご相談があればいらしていただければと思います はい、そのようにおっしゃっていいただいておりますそして膵臓もそうなんですが専門医が見ていたらこの方の運命を変えられたかもしれないという葉がすごく響いたんですけれども先生もう一度あの膵臓専門医による精密検査についてもう一度お話しくださいそうですねあ,のあれはですね多少やっぱお金がかかっちゃうんですね1日コースで,で、まあ、11万円ぐらいの設定になってます。 そこで血液検査そしてあの腹部栄光検査それと胃カメラ検査それに加えてまあ我々が得意とするところ超音波内視鏡検査とか MRI 検査ができますでこれはあの放射線被曝もなくですね体に負担なくまあ膵臓を精密に早期膵癌レベルで見つけることが可能なまあ膵臓専門医がやる検査ですのでまあ高いね高いけども あのまあ安心はあのしていただけるのかなというふうに思っております。まあ良ければですね、あのホームページにですね予約サイトがつながってますのでご覧いただければと思います。はい、ありがとうございました。どうぞ児玉雄三先生大きな拍手をお願いいたします。今日は本当にありがとうございました。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。